皆さんこんにちは陽介ですこのチャンネルは日本語のリスニング力と話す力を鍛えつつ日本の常識や文化日常が学べるコンテンツを提供しています水曜日と土曜日に更新しているので役に立つと感じてもらえたらチャンネル登録いいねコメントをよろしくお願いしますではまず 聞いてみましょう。日本の多くの企業は4月が年度の始まりでたくさんの新入社員が入社してきます。今回は新入社員の田中さんが配属された部署へ初めて出社した1日の会話例をお伝えします。 登場人物としては、新入社員の田中さん、先輩社員の鈴木さん、課長の前田さんの3人です。自然な会話形式で、よく使うフレーズもたくさん入っていますので、ぜひ参考にしてみてください。なお、新入社員の田中さんは、 常に敬語を使っています。課長の前田さん、先輩の鈴木さんは、後輩となる田中さんに対して、カジュアルな言葉、通称、タメ語を使っています。1、田中さんが配属された部署へ、初めて出社した場面。おはようございます。本日から、 こちらの部署で働かせていただくことになりました。田中健太と申します。よろしくお願いします。おはよう、田中くん。ようこそ。私はこの部署の課長の前田です。一緒に働くことを楽しみにしていました。いろいろと わからないことがあると思うけど、何かあったら遠慮なく聞いてくださいね。ありがとうございます。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。鈴木さん、こちらが今日から私たちの新しいメンバーの田中くんだよ。田中くん、鈴木さんは、 この部署での先輩になるから、いろいろと教えてもらってね。はじめまして、田中くん。鈴木です。これからよろしくね。最初は緊張すると思うけど、何かわからないことがあったらいつでも聞いてね。はい、鈴木さん。よろしくお願いします。早速だけど、 まず、パソコンの設定をしないといけないので、このマニュアルに沿って設定してもらっていいはい、わかりました。ありがとうございます。2、田中さんがマニュアルに沿ってパソコンの設定をしている場面。田中くん、パソコンの設定大丈夫 えっと、ちょっとメールの設定でつまずいていて。ああ、メールの設定ね。ここ、ちょっとややこしいんだ。じゃあ、一緒にやってみようか。まずは、ここから設定画面に入って、次に、アカウント情報を入力するんだけど、会社からもらったアドレスとパスワードはわかるかな はい、わかります。ここに入力するんですね。次はどうすればよいですか次はサーバーの設定だけど、これは会社で共通の設定があるから、この情報をそのままコピーして。はい、これでメールが使えるようになったはずだよ。あ、本当ですね。メールが開けました。 ありがとうございます。よかった。他にも設定でわからないことがあったらいつでも聞いてね。最初は慣れないことも多いと思うから困ったことがあれば何でも言ってね。はい。本当にありがとうございます。これからいろいろ教えていただけると嬉しいです。もちろんだよ。これから一緒に頑張ろう。 そろそろお昼だから、今からランチも一緒にどうぜひ、お願いします。田中くん、何か食べたいものあるありがとうございます。えっと、特に何でも大丈夫ですが、和食が好きですね。和食か。それじゃあ、近くの定食屋にしようか。はい。 ぜひ行ってみたいです。3. 定食屋へ着いた後、席に着き、メニューを決める場面。いらっしゃいませ。何名様でしょうか ?2 名です。2名様ですね。こちらのお席へどうぞ。ここの海鮮丼がおすすめだよ。そうなんですね。 じゃあ、それにします。美味しそうです。すみません。はい、少々お待ちを。お待たせしました。ご注文は海鮮丼を2つお願いします。4、鈴木さんが田中さんについて質問する場面。田中くん。 前職ではどんな仕事を出版社で編集の仕事をしていました。本を通じて人に何かを伝える仕事がしたくて。なるほど。それでうちの会社を選んだんだね。この会社もいろいろなメディアを扱っているから、田中くんの経験が活かせる場面も多いと思うよ。はい。 だからこそ、この会社に興味を持ちました。いろいろなことにチャレンジしてみたいと思ってます。いいね。しっかりフォローするから、頑張ってね。ありがとうございます。心強いです。5. 先輩にメールの文章の確認を依頼する場面。 鈴木さん、今、お時間大丈夫ですかうん、大丈夫だよ。どうしたはい、実は、今日の日報を書き置いたのですが、時間があれば、メールを送る前に、少し確認していただけないでしょうか初日で、まだわからないことが多くて。もちろん、見せてみて。 うん。しっかり書けているね。ただ、この部分はもう少し詳しく書いた方がいいかもしれないね。何を学んだか、どういう気づきがあったかなど具体的にね。なるほど。もっと具体的に書くことが大切なんですね。修正します。そうそう。でも、全体的にはすごくよく書けているね。 素晴らしい。ありがとうございます。とても励みになります。いやいや、こちらこそ。これからも一緒に頑張ろう。何かあれば、いつでも声をかけてね。初日、お疲れ様でした。今日はこれで終業しましょう。ありがとうございます。では、お先に失礼します。お疲れ様です。 以上が新入社員の初日の一例でした。いかがでしたでしょうかこの春新しい天気を迎えた方がこれから生き生きと働き活躍されることを心から応援しています。もう一度ふりがななしで聞いてみましょう。漢字が読めるかどうかも 確認してみてください。日本の多くの企業は4月が年度の始まりでたくさんの新入社員が入社してきます。今回は新入社員の田中さんが配属された部署へ初めて出社した1日の会話例をお伝えします。 登場人物としては、新入社員の田中さん、先輩社員の鈴木さん、課長の前田さんの3人です。自然な会話形式で、よく使うフレーズもたくさん入っていますので、ぜひ参考にしてみてください。なお、新入社員の田中さんは、 常に敬語を使っています。課長の前田さん、先輩の鈴木さんは、後輩となる田中さんに対して、カジュアルな言葉、通称、ため語を使っています。1、田中さんが配属された部署へ、初めて出社した場面。おはようございます。本日から、 こちらの部署で働かせていただくことになりました。田中健太と申します。よろしくお願いします。おはよう、田中くん。ようこそ。私はこの部署の課長の前田です。一緒に働くことを楽しみにしていました。いろいろと わからないことがあると思うけど、何かあったら遠慮なく聞いてくださいね。ありがとうございます。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。鈴木さん、こちらが今日から私たちの新しいメンバーの田中くんだよ。田中くん、鈴木さんは、 この部署での先輩になるから、いろいろと教えてもらってね。はじめまして、田中くん。鈴木です。これからよろしくね。最初は緊張すると思うけど、何かわからないことがあったらいつでも聞いてね。はい、鈴木さん。よろしくお願いします。早速だけど、 まず、パソコンの設定をしないといけないので、このマニュアルに沿って設定してもらっていいはい、わかりました。ありがとうございます。2、田中さんがマニュアルに沿ってパソコンの設定をしている場面。田中くん、パソコンの設定大丈夫 えっと、ちょっとメールの設定でつまずいていて。ああ、メールの設定ね。ここ、ちょっとややこしいんだ。じゃあ、一緒にやってみようか。まずは、ここから設定画面に入って、次に、アカウント情報を入力するんだけど、会社からもらったアドレスとパスワードはわかるかな はい、わかります。ここに入力するんですね。次はどうすればよいですか次はサーバーの設定だけど、これは会社で共通の設定があるから、この情報をそのままコピーして、はい、これでメールが使えるようになったはずだよ。あ、本当ですね。メールが開けました。 ありがとうございます。よかった。他にも設定でわからないことがあったらいつでも聞いてね。最初は慣れないことも多いと思うから困ったことがあれば何でも言ってね。はい。本当にありがとうございます。これからいろいろ教えていただけると嬉しいです。もちろんだよ。これから一緒に頑張ろう。 そろそろお昼だから、今からランチも一緒にどうぜひ、お願いします。田中くん、何か食べたいものあるありがとうございます。えっと、特に何でも大丈夫ですが、和食が好きですね。和食か。それじゃあ、近くの定食屋にしようか。はい。 ぜひ行ってみたいです。3. 定食屋へ着いた後、席に着き、メニューを決める場面。いらっしゃいませ。何名様でしょうか ?2 名です。2名様ですね。こちらのお席へどうぞ。ここの海鮮丼がおすすめだよ。そうなんですね。 じゃあ、それにします。美味しそうです。すみません。はーい、少々お待ちを。お待たせしました。ご注文は海鮮丼を2つお願いします。4、鈴木さんが田中さんについて質問する場面。 田中くん、前職ではどんな仕事を出版社で編集の仕事をしていました。本を通じて人に何かを伝える仕事がしたくて。なるほど。それでうちの会社を選んだんだね。この会社もいろいろなメディアを扱っているから、田中くんの経験が活かせる場面も多いと思うよ。 はい。だからこそ、この会社に興味を持ちました。いろいろなことにチャレンジしてみたいと思ってます。いいね。しっかりフォローするから、頑張ってね。ありがとうございます。心強いです。5. 先輩にメールの文章の確認を依頼する場面。 鈴木さん、今、お時間大丈夫ですかうん、大丈夫だよ。どうしたはい、実は、今日の日報を書き置いたのですが、時間があれば、メールを送る前に、少し確認していただけないでしょうか初日で、まだわからないことが多くて。もちろん、見せてみて。 うん。しっかり書けているね。ただ、この部分はもう少し詳しく書いた方がいいかもしれないね。何を学んだか、どういう気づきがあったかなど具体的にね。なるほど。もっと具体的に書くことが大切なんですね。修正します。そうそう。でも、全体的にはすごくよく書けているね。 素晴らしい。ありがとうございます。とても励みになります。いやいや、こちらこそ。これからも一緒に頑張ろう。何かあれば、いつでも声をかけてね。初日、お疲れ様でした。今日はこれで終業しましょう。ありがとうございます。では、お先に失礼します。お疲れ様です。 以上が新入社員の初日の一例でした。いかがでしたでしょうかこの春新しい天気を迎えた方がこれから生き生きと働き活躍されることを心から応援しています。ここからは練習の時間です。音声に続いて繰り返してみてください。 日本の多くの企業は4月が年度の始まりでたくさんの新入社員が入社してきます。日本の多くの企業は4月が年度の始まりでたくさんの新入社員が入社してきます。 今回は新入社員の田中さんが配属された部署へ初めて出社した一日の会話例をお伝えします。今回は新入社員の田中さんが配属された部署へ初めて出社した 一日の会話例をお伝えします。登場人物としては、新入社員の田中さん、先輩社員の鈴木さん、課長の前田さんの3人です。 登場人物としては、新入社員の田中さん、先輩社員の鈴木さん、課長の前田さんの3人です。自然な会話形式で、よく使うフレーズもたくさん入っていますので、ぜひ参考にしてみてください。 自然な会話形式でよく使うフレーズもたくさん入っていますので、ぜひ参考にしてみてください。なお、新入社員の田中さんは常に敬語を使っています。 なお、新入社員の田中さんは常に敬語を使っています。課長の前田さん、先輩の鈴木さんは後輩となる田中さんに対してカジュアルな言葉、通称ため語を使っています。 課長の前田さん、先輩の鈴木さんは、後輩となる田中さんに対して、カジュアルな言葉、通称ため語を使っています。1、田中さんが配属された部署へ、初めて出社した場面。 1、田中さんが配属された部署へ初めて出社した場面。おはようございます。おはようございます。本日からこちらの部署で働かせていただくことになりました。田中。 健太と申します。本日からこちらの部署で働かせていただくことになりました。田中健太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 おはよう、田中くん。ようこそ、私は、この部署の課長の前田です。おはよう、田中くん。ようこそ、私は、この部署の課長の前田です。 一緒に働くことを楽しみにしていました。いろいろとわからないことがあると思うけど、何かあったら遠慮なく聞いてくださいね。 いろいろと、わからないことがあると思うけど。何かあったら、遠慮なく聞いてくださいね。ありがとうございます。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。鈴木さん。こちらが今日から私たちの新しいメンバーの。田中くんだよ。鈴木さん。こちらが今日から私たちの新しいメンバーの。 田中た田中くん,だよ田中くん鈴木さんはこの部署でのせん先輩になるからいろいろと教えてもらってね。 はじめまして、田中くん、鈴木です。これからよろしくね。はじめまして、田中くん、鈴木です。これからよろしくね。最初は緊張すると思うけど、何かわからないことがあったら、 いつでも聞いてね最初は緊張すると思うけど何かわからないことがあったらいつでも聞いてねはい鈴木さんよろしくお願いします はい、い鈴木さん、よろししくお願いします。早速だけどまずパソコンの設定をしないといけないので早速だけどまずパソコンの設定をしないといけないので。 このマニュアルに沿って設定してもらっていいこのマニュアルに沿って設定してもらっていいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございます。 二。田中さんが。マニュアルに沿って。パソコンの設定をしている場面。二。田中さんが。マニュアルに沿って。パソコンの設定をしている場面。田中くん。 パソコンの設定大丈夫えっとちょっとメールの設定でつまずいていてえっと ちょっとメールの設定でつまずいていてああメールの設定ねここちょっとややこしいんだああメールの設定ねここちょっとややこしいんだ じゃあ一緒にやってみようか。じゃあ一緒にやってみようか。まずはここから設定画面に入って、次にアカウント情報を入力するんだけど、まずはここから設定画面に入って、 次に、アカウント情報を入力するんだけど。会社からもらったアドレスとパスワードはわかるかな。会社からもらったアドレスとパスワードはわかるかな。は,はい、わかります。 ここに入力するんですね。次はどうすればよいですかはい、わかります。ここに入力するんですね。次はどうすればよいですか次はサーバーの設定だけど、 これは会社で共通の設定があるからこの情報をそのままコピーして次はサーバーの設定だけどこれは会社で共通の設定があるからこの情報をそのままコピーして はい、これでメールが使えるようになったはずだよ。ははい、これで、メールが使えるよよ。うになったはずだよあ、本当ですね。メールが開けました。ありがとうございます。あ 本当ですね。メールが開けました。ありがとうございます。よかった。他にも設定でわからないことがあったらいつでも聞いてね。よかった。他にも設定でわからないことがあったらいつでも聞いてね。 最初は慣れないことも多いと思うから、困ったことがあれば、何でも言ってね。最初は慣れないことも多いと思うから、困ったことがあれば、何でも言ってね。はい、本当にありがとうございます。 はい。本当にありがとうございます。これからいろいろ教えていただけると嬉しいです。これからいろいろ教えていただけると嬉しいです。もちろんだよ。これから一緒に頑張ろう。 もちろんだよ。これから一緒に頑張ろう。そろそろお昼だから、今からランチも一緒にどうそろそろお昼だから、今からランチも一緒にどうぜひ、お願いします。 ぜひ、お願いします田。田中くん、何か食べたいものある田中くん、何か食べたいものあるありがとうございます。えっと、特に何でも大丈夫ですが、和食が好きですね。 ありがとうございます。えっと、特に何でも大丈夫ですが、和食が好きですね。和食か、それじゃあ近くの定食屋にしようか。 はい、ぜひ行ってみたいです。はい、ぜひ行ってみたいです。三、定食屋へ着いた後、席に着き、メニューを決める場面三、定食屋へ着いた後、席に着き、 メニューを決める場面いらっしゃいませ。何名様でしょうか。いらっしゃいませ。何名様でしょうか。2名です。2名です。 二名様ですね。こちらのお席へどうぞ。二名様ですね。こちらのお席へどうぞ。ここの海鮮丼がおすすめだよ。ここの海鮮丼がおすすめだよ。そうなんですね。じゃあ、それにします。 美味しそうです。そうなんですね。じゃあ、それにします。美味しそうです。すみません。すみません。はい、少々お待ちを。はい、少々お待ちを。 お待たせしました。ご注文は?。お待たせしました。ご注文は?。海鮮丼を二つお願いします。海鮮丼を二つお願いします。四。鈴木さんが。田中さんについて。 質問する場面。4、鈴木さんが田中さんについて質問する場面。田中くん、前職ではどんな仕事を田中くん、前職ではどんな仕事を

なるほど、それでうちの会社を選んだんだね。なるほど、それでうちの会社を選んだんだね。この会社もいろいろなメディアを扱っているから、田中くんの経験が活かせる場面も多いと思うよ。 この会社もいろいろなメディアを扱っているから田中くんの経験が活かせる場面も多いと思うよはい。だからここそ、の会社に興味を持ちました。はいだからこそこの会社に興味を持ちました。 いろいろなことにチャレンジしてみたいと思ってます。いろいろなことにチャレンジしてみたいと思ってます。いいね。しっかりフォローするから。頑張ってね。いいね。しっかりフォローするから。頑張ってね。 ありがとうございます。心強いです。ありがとうございます。心強いです。5、先輩にメールの文章の確認を依頼する場面。 五、5. 先輩にメールの文章の確認を依頼する場面。鈴木さん、今お時間大丈夫ですか鈴木さん、今お時間大丈夫ですか うん、大丈夫だよ。どうしたうん、大丈夫だよ。どうしたはい、実は、今日の日報を書きおいたのですがはい、実は、今日の日報を書きおいたのですが 時間があれば、メールを送る前に、少し確認していただけないでしょうか。時間があれば、メールを送る前に、少し確認していただけないでしょうか。初日で。 まだわからないことが多くて。初日でまだわからないことが多くて。もちろん見せてみて。もちろん見せてみて。うん、しっかりかけているね。 うん、しっかりかけているね。ただ、この部分はもう少し詳しく書いた方がいいかもしれないね。ただ、この部分はもう少し詳しく書いた方がいいかもしれないね。何を学んだか。 どどううい気づきがあったかな具体的にね何を学んだかどういう気づきがあったかなどを具体的にねなるほどもっと具体的に書くことが大切なんですね。修正します。 なるほど。もっと具体的に書くことが大切なんですね。修正します。そうそう。でも全体的にはすごくよく書けているね。素晴らしい。そうそう。 でも全体的にはすごくよくかけているね。素晴らしい。ありがとうございます。とても励みになります。ありがとうございます。とても励みになります。 いやいや、こちらこそ。これからも一緒に頑張ろう。いやいや、こちらこそ。これからも一緒に頑張ろう。何かあれば、いつでも声をかけてね。何かあれば、いつでも声をかけてね。 初日、お疲れ様でした。今日はこれで終業しましょう。初日、お疲れ様でした。今日はこれで終業しましょう。ありがとうございます。では、お先に失礼します。お疲れ様です。 ありがとうございます。では、お先に失礼します。お疲れ様です。以上が新入社員の初日の一例でした。いかがでしたでしょうか以上が新入社員の 初日の一例でした。いかがでしたでしょうかこの春、新しい天気を迎えた方が、これから生き生きと働き、活躍されることを、心から応援しています。 この春新しい天気を迎えた方がこれから生き生きと働き活躍されることを心から応援していますはいお疲れ様でしたこれからも毎週水曜日と土曜日に役に立つ動画をあげていきたいと思いますので チャンネル登録といいね、コメントをいただけたら励みになります。ではまたよろしくお願いします。これからも頑張りましょう。バイバーイ。